浜口京子は、日本の女子レスリング選手、東京都台東区出身、武蔵野中学校卒業、武蔵野高校中退、武蔵野学院大学日本総合研究所客員、教授、ジャパンビバレッジホールディングス所属、日本オリンピック委員会選手強化、キャンペーンシンボールアスリート制度適用選手、身長170センチメートル、血液型 A 型、 父は、プロレスラーのアニマル浜口。別表記は、浜口京子。オリンピックに3大会連続出場した記録を持つ。中学時代は、水泳をやっていたが、ある時期より、女子プロレスラーになることを志望。父、アニマル浜口が経営するアニマル、浜口レスリング道場で、父の指導のもとボディビルのトレーニングをするようになり、プロレスラー志望の男性選手に混ざって14歳から、 レスリングを始める。1993年、代々木クラブ所属で、レスリング全国大会デビュー。全日本女子レスリング選手権 61kg 級、全日本女子レスリングオープントーナメント 61kg 級と柔道家の宮崎美紀子の足技に苦戦し、連続ホール負け、年に全日本選手権級で優勝すると、 翌1997年には世界選手権を制覇。実績を重ね、2004年アテネオリンピックには女子レスリング 72kg 級の日本代表として出場し、銅メダルを獲得に敗退。また、開会式では日本選手団の騎手を務めた。2006年の世界選手権女子 72kg 級決勝でスタンカズラテバのバッティングを顔面に受け負傷。 審判団に対し父が抗議をするが、ズラテバの当該行為にはペナルティが課せられないまま、試合は続行。浜口は敗戦し、同選手権 72kg 級2位となった。試合後、浜口の負傷は、全治4ヶ月の尾骨骨折と判明。日本レスリング協会は、ズラテバの危険行為に関する抗議文書を、国際レスリング連盟及び、ブルガリアレスリング協会に送付した。 2005年及び2006年の世界レスリング選手権の決勝で敗退。最終順位は2年連続で2位。2007年5月にビシュケクで行われたアジア選手権7 2ラム級の準決勝にて、アテネオリンピックで敗れた大明キを2対1で下し、続く決勝ではオリガ・織がジャニベコバを2対1で下して優勝した。同年9月に、 世界レスリング選手権2回戦で因縁となるズラテバと対戦。今度は技の掛け合いの際の微妙な状況でズラテバにのみポイントが加算されるという事態が発生した。これに対しスコアボードを叩いて抗議する浜口であったがビデオ映像のチェックは行われないまま試合は続行。結果はズラテバの勝利に終わり敗戦した浜口はこの大会では 北京オリンピック出場権を得ることはできなかった。これについて日本レスリング協会は誤信だとして国際レスリング連盟に対し審判に制裁を科すよう抗議した。2008年のアジア選手権7 2ラム級で優勝して出場権を得た北京オリンピックでは準決勝で中国の王郷に敗れたものの2大会連続で銅メダルを獲得した。2011年には 全日本選手権で男女を通じ歴代最多となる15度目の優勝を飾った。ありがとうございます。